ゆいが独ソング始まりました。さあ今夜も素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきます。それでは早速自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、アリエルと申します。今はフリーで表の仕事をしていたり、最近は起業家になりました。そして、歌手も目指していて、最近は YouTube なので自分の歌を発信したりしています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。歌手もやられてるんですね。歌手を目指していて、そうですね、うん、最近は歌声を披露しなきゃと思ってネットで配信してます。いいですね。ありがとうございます。じゃあステージとかではやったことはまだないっていう。まだないんですよね。それからライブもやってみたいなと思いつつ。じゃあ後々ライブとかもよろしくお願いします、はい、あ、やりたい。主催もやってるのでよかったら、はい、もう一番最初に出てほしいですね。他で歌わないで、うちのところ の、はい、その爆笑ミュージックショータンライブっていうのがあるので、そこで一番最初にステージ経験をしてほしいな、はい、いつですか？1ヶ月に1回はやってるので。あ、そうなんですね。横浜の日の出町セラビーっていうところでやってますね。もうすごくいい会場なので、はい、まゆさんも見学にいらっしゃったので、はい、うわー、じゃあちょっとその詳細またぜひ、はい、話してたら止まらなくなっちゃいそう。さあ、いろいろとね、いただいた経歴の内容でちょっと聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして曲も2曲ね、選曲していただいて、はい、お好きな曲なんですよね。大好きな、人生でこうすごくインスパイアを受けた2曲ですね。流した後すごいテンション上がると思います。そうですね、はいはい。まずいただいた中では、愛と正義の美少女戦士。噛みましたね。愛と正義の美少女戦士、はい、とはどういうスタンスなんですか？はい、そうですね、私の中でなりたい女性像を小さい頃から考えていた時に、うん、ディズニープリンセスじゃなくてセーラームーンだったんです。あ、なるほど、はい、わかります。それはなんでか、わかるんですか？わかります。どういうところが、やっぱり、はい、なんだ、プリンセスってやっぱ可愛いみたいな、はい、でやっぱりセーラームーンっていうとちょっとかっこいいみたいな感じがありますよね、うんうん、そこがやっぱり大きく違って、やっぱり戦士っていう、はい、ね、戦ってね、いろんな人と戦って正義みたいな、はい、になりたいみたいな感じですかね。そうですね、なんかセーラームーン何がいいかっていうと、変身してしますね、強くなって、はい、大切な人とか世界を救える強い力があるっていうところなんですよ、うん、プリンセスは人を守ることは、多くの人を守るのはちょっと難しいかなっていうのがあって、あれですよね、プリンセスを守るのは王子様ですよね。そうですね、でももし何か大きなことが起こった時に、私はそのプリンスさえも守れるような人になりたいんですよ、うん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 、家族とか大好きな人たち、近い人たちを自分の手でいざという時には救える人になりたいっていう大きな気持ちがあって、その時に、まあ、セーラームーンみたいな、ね、かっこいい女性になりたいって思ったんです。ただ小さい頃から、あの、少女性みたいなところはすごい大事にしていて、うんうんうん、なんとなく自分の中では女性ってちょっとポンコツで明るくてちょっと自然体で柔らかい女の子って可愛くて魅力的って自分の中で思うところがあるんですね、はい、だからそういう二面性、少女らしい面と、でも切り替えたら戦士になって強く戦える、そういう二面性を持った女性になりたいって思って、ずっと美少女戦士を目指しております。そうでしたか、はいはい、続いていきますが、はい、これびっくりしました、はい、面接200回落ち失敗した理由、どう克服した？そうですね、小さい頃からちょっと表の仕事をやるのが夢だったんですけど、まあなかなかね、難しいオーディションをちょっと目指していて、はい、今は言えないんですが、そのために私はもう中学生の頃からずっとそのために頑張り続けてきたっていう、そういうところがあったんですよね、うん、で部活もそれに関するものに入って、賞とかも取るべく一日何時間も誰より倍練習したら大丈夫だろうなっていうふうに思ってやってきたけど、うん、まあダメで、で大学に入ってからもずっとその夢に邁進してオーディションも受け続けてきたんですけど、まあ、はい、なかなか難しいです。ずっと美を磨いてきたり、自分なりに、まあ、この業界入るには人脈が必要っていう、
まあ、そのシンプルな理由で開拓とかもしてたけど、はい、まあ運にも全く恵まれず努力も実らずすごいふてくされていたっていうところですね。いや今日初めてお会いしたんですけど、はい、なんで、ね、面接落ちたんだろうっていうぐらい素晴らしい方なの。いやいやいや、それがね、わからないなって自分は思いますね。逆にそうおっしゃってくださるのなら、それは今まで努力してきたものが今ちょっと出せているところがあるのかなと思います。まだまだですが、ありがとうございます。はい、さあ、いろいろと前半聞いてきて、まず1曲目いきたいと思います。1曲目はこれ、洋楽なんですよね。はい。大好きと言っていた、はい、ご紹介と、どうしてこの曲を選んだのかというのを言っていただきたいと思います。はい、歌手はマイケル・ジャクソン様です、はい、そして曲は Love Never Felt So Good です、まあ、ご存知の方もね有名なので多いかと思うんですけれども、何がいいかって思ったかっていうと、さすがマイケル・ジャクソン様、あのすごく普遍的な愛そのものを感じたんですよね。だから恋人に対する愛情だけじゃない、まあ人間そのものに対する愛みたいなもの、そういうものをこの曲からすごい感じ取って、はい、こうなんかジーンときたものがあって、すごくインスパイアされた曲です。身近な大切な人を思い浮かべながら聴いてください。 Love Never Felt So Good です。はい、マイケル・ジャクソン1曲聴いていただきました。いい曲ですよね。もう素晴らしいです、ね、うっとりしちゃいました。これね、いろんなバージョンがあって、ティンバーレイクさんとかもねコラボしてるのがあったりとかね、あの元々の指パッチンとね鍵盤だけでやってるやつとかあるんですけど。あ、そうなんですね。このバージョンが一番好きで、なんか一番こうなんかキラキラとしてこう澄み渡ってくるようなものがあって、なんかマイケル・ジャクソンなんで好きかっていうと、なんか人間が生まれ持った美しい心をそのまま保ったまま大人になって、それが作品にめちゃくちゃ現れてると思うんですよね。でも、うん、マイケルってなんかすごいめちゃくちゃ激しい獰猛なところを見せるのに、 そのなんかキラキラとした繊細とした正面感っていうんですかね、その人間がね持った美しいものを、ね、うん、すごい思い出させてくれる、本当に神の申し子じゃないですけど偉大なアーティストですよね。もうこの一番最後のでメロディー聴いてるときに、あ、マイケル様亡くなったんだなと思ってすごい悲しくなるんですけど、ね、癒されます。はい、ありがとうございます。はい、さあ続いてどんどん聴いていきたいと思います。はい、現在取り組んでいることということで、はい、職業アナウンサー、企業、歌い手、事業ではどんなことをやってる。はい、そうですね、じゃあこれについては主に私の事業について話したいと思ってるんですけれども、はい、まあ、私が今やっている事業というのは、あの海外の音楽留学をしないと出会えないようなそういう方々の授業をオンラインで受講できるっていうサービスです。はい、いいですね、このコロナの時期にも。ありがとうございます。今のところ調べたところ日本初のサービスのソングトゥーザワールドっていうものなんですけれども。すごいですね。ありがとうございます。歌がねすごく大好きで、ずっとね私内向的な性格なんですよね本来は。で、自分の感情を伝える手段っていうのがもう歌しかなくて、昔からずっと歌の世界にのめり込んでボイストレーニングとかもやってきてたんですけど、はい、それである時に、まあ、海外アメリカで本場のボイストレーニングを受けてみた時に、はい、海外は日本とまたちょっと違って何に大事にするかっていうと、一番大事にするのオリジナリティなんですよ。あ、そうなんですね。自分らしく感情を込めて歌うことがその人オリジナルの作品に仕上がる。そう、そしてなおかつエモーショナルにダイナミックに、ね、歌うことができる歌唱の表現を、ね、知ることによって、だからそれで自己の解放につながる。今ねやっぱり、まあ、日本社会っていうのもありますし、結構なんだろうな、今協調性第一の中で、はい、自分を押し殺して生きてる人ってすごく多いと思うんですよね。だからぜひともそういう人に、私のサービスじゃなくてもいいんです、もっとたくさん歌とか芸術とかで自分を出して自分らしく生きる、うん、そういうことをね私の事業を通じてできるようになってくれる人が増えたらなっていう思いでやっておりますね。はい、いいですね。ありがとうございます。続いて
今後のビジョンはどうですかね。今後のビジョンで言うと、そうですね、アナウンサーとしても起業家としても、まあ、その歌はちょっと置いといて、その2つで大事にしたいことっていうのが、まあ、革命家になりたいなって思ってます。はい、その革命家について気になる。どういった革命家なんですか。そうですね、今ないものをできるだけ人にもたらす。アナウンサーだったら今の企業の経験とかを生かして、その知見を生かしてちょっと物言えるアナウンサーを目指す、今までにないようなアナウンサー像を目指したいっていうのと、もう一つ起業家に関しては、そうですね、人の生活を豊かにするためにできるだけ革新的なものをやっていきたい、日本初のものを作っていきたい、もたらしていきたいっていう思いがあります。そうすることでできるだけ世の中の幸福の総量を増やして死にたいって思いがありますね。そうなんですね、はい、いろいろ聞いてきまして、続いて2曲目、はい、いきましょうか。はい、2曲目はどちらのアーティストを選びましたか。こちらも洋楽です。ブルーノマーズさんです。ブルーノマーズさんのトレジャーです。再曲聞いていただきました。はい、ね、これもブルーノマーズ、はい、トレジャー、これもねいい曲ですよね。こちらまた好きな理由ですよね、はい、そうですね、そうですね、そう、これって昔人生の中で、ま、とある時にちょっと、ま、知人から教えてもらった曲で、はい、それから大好きな曲なんですけど、この曲もすごいインスパイアを受けた曲でもあって、思い出深い曲っていうのと同時に、なんかこのこれ2つね、私味方で思ってるのが、男性から見た女性像っていうのと、はい、その女性そのものについて思いを馳せる時があるんですよね、うん、多分この女性ってなんかすごく表面上もうキラキラと輝いてるけど、多分その男性、ブルーノマーズはその女性が本当はすごいいろんなことを葛藤して生きてて、うん、なんか複雑な思いを抱えて生きてるっていうのを知ってるんですよね、うん、でそれをブルーノさんがですよ、すごいなんかキラキラっとした、はい、大きな愛でなんかそういうのも全部吹き飛ばすぐらいの、ね、温かい愛を向けて、うん、君は丸ごと大丈夫だよってこう肯定してるような、そんな感じ、そこになんか俗っぽさが一切ないっていうか、本当に少年みたいな愛そのもので包んでるなっていう、そういう世界観がすっごいいいなって思ったんですよね。いいですね。でなんか私自身もなんかこの女性すごい魅力的だなと思うと同時に、ちょっと共感するところがあって、なぜなら小さい頃から大事にしてるところ、さっきもね言ったんですけど、なんかそういう純粋さとか少女性っていうのはちっちゃい頃から見失わないようにしていた部分があるんですよね。小さい頃に決心したのが、幼い頃ってなんだろうな、邪悪なものってすぐわかるじゃないですか。え、この人って変だよねとか、なんかこの人は優しいいい人だなっていうのをなんか感覚的に分かって、その感覚って私は結構正しいものだと思うんですよね、うんうんうん、私自身は大人になったら、なんだかんだ口いい言葉で話しながらも行動は変なことをする、人を傷つけるな、そういう大人には絶対にならないぞっていうのは、だからこの心だけは守って生きていこうっていうことを決めて、今ちょっとこう子供っぽいような性格になってるところがあるんですけど、でもそれでも夢を叶えなきゃいけないってなった時に、うんうん、どうしても大人な選択をしなきゃいけないっていう時に結構葛藤することがすごい多いんですよね。でそういう大人っぽいことを選択した時もあって、でももがき苦しんだり、でも結局このやり方は合ってないなと思って元の自分に戻ってうまくいかなくて、すごい複雑に思っちゃうこととかよくある時に、この曲を聴いたらなんかすごい大きな愛で包まれてるような気がしますし、肯定されてるような気もしますし、まあ、それ思ってくれてる相手はいないんですけどね。で将来なんか結婚相手とか見つかったら、なんかこんな風に自分を思ってくれる人、このトレジャーを歌ってくれる人がいいなって思いがちっちゃい頃からあったんです。あ、ちっちゃい頃からじゃないそういう思いがそう昔からあったんですよね。そうなんですね。だからこの曲もすごい、ね、大好きな曲なんです。思い出深いですね、はい、さあ続いて、人生のきっかけは何だったんですか。人生の転機、あ、人生の転機は何だったんですか。はい、ね、ゆいさん事前にプロフィールをご覧いただいてて、うん、ね、衝撃を受けたところもたくさんあると思うんですけど、はい、ま、そこそこ波乱万丈の人生をちょっと送ってきて、いろいろ、ね、書いてありますね、どれが一番印象的でした。そうですね、歌をやってるっていうの
あーそうですね。あと海外ね、やっぱり海外行ったり、ニューヨークとかどうでしたか。まあ、でもあの華やかな生活じゃなくて、結構なんか苦労したこととか割とちょっとね変にあったんです。例えば、まあ、就活200回落ちてしまったこともあるんですけど、うん、な他にはね、ホームレス経験を2回やったりだとか。それがびっくりです。無一文になった時が2回あって、本当にもうその時にしかも携帯までなくしてしまって、いや考えられないですね。家も税務何もかもなかった時が2回あるんですよね。本当に本当に本当に大変だったんですけど、で1回無職に、2回私無職になってるんですよね、はい、でもその時に SNS をちょっと使っていた時に、はい、今の時代はツイッターだぞって言われて。そうですね、私その時にはツイッターのイメージって今みたいに、ね、あのビジネス的に使われてるっていうのが全くなかった流れだったので、えツイッターみたいな、なんかツイッターっていうとなんかちょっとね、ネチネチした陰湿なこととか割と、ね、つぶやきとかそういうことが書かれずっと書かれてるっていうイメージだったので、嘘でしょと思って、その時にツイッターを覗いてみると、ね、本当に自分の将来の夢に向けて使用されているツールっていう、ね、すごい大きく変化していてびっくりしたんですよ。でそこで自身のことを発信していく、何を頑張っているか、どういう夢があるか、どういう支援が欲しいかで、なんか応援してくれる人もそこで見つかるし、夢につながるツールなんだなっていうのはそこでびっくりしたんですよ。でそこで無職の時に、まあ、自分がその時にあのミスコンテストに出場していて、あミスコンですね、もうなけなしのお金で、はい、ビューティーキャンプとかも交通費とかも全部自分で払ってっていう時で、もう泣きながら家族にお金をねお願いってして、まあ、家、家族もまあそれは良かったんですけど、なんかそういう状況もすごく情けなくて、お金も持ってなくてっていう状況で、でもミスコンテストでなんとかこう賞とか受賞とかして、それがすごいですよね。でも別にこれは自分の今ある素材が評価されたわけじゃなくて、めちゃくちゃ1ヶ月間もう死に物狂いでジムというか、なんだろう、ジムは通うお金なかったので、なんだろう、公民館的なところ行って、はい、数百円の、はい、それとかだったり、お金がかからない方法でなんとか独自で、そうです、独自で筋トレして、なんだろうな、メンタルのトレーニングとかもしたりして、なんかね、うん、ミスコンテストって単に外見至上主義っていう風潮最近あると思うんですけど、実は意外とそういう世界っていうだけでもないんですよ。どういうことかっていうと、ミスコンテストって、まあ、出場者たちってエントリーしてから本番前にめちゃめちゃ可愛くなるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんです。1ヶ月でこんだけ人って変わるのかっていう過程をちょっと楽しめるのもね、ミスコンテストの醍醐味ではあるんですけど、そこで外見だけじゃなくて内面もめちゃくちゃ変わらなきゃいけないんです、うん、みんな誰もが自己肯定感高いわけじゃないんですよ、うん、それでもなんとか自分のことを受け入れて、自分は素晴らしいんだ、そしてステージでどれだけ自分の良さを発揮できるかがすごくコンテストの受賞とかでは大事になってくるんですよね、うん、でニートになったの2回目のその時には本当にもう何もかも絶望していて、はい、本当に死のうかと思った時も何回もあって、っていうすごい状態の時だったんですけど。じゃあもう精神状態が悪かったですか。もうボロ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 ですね、本当に。だけどミスコンテストに出て毎日自分の自己肯定感を高めるっていうトレーニングをして、なんとか、ね、ステージでは自分を出せたんだなって思います。自分なりの輝きは発揮できたんだろうなって思いますね。そうですね。で、そういう過程をツイッターとかで発信してたんですよ、はい、それとか歌、フリータイムで昼と夜練習してどれぐらい上手くなるかっていう、はい、でも寝ながら配信ですよね、そしたらそれで目つけてくれる人がいて、いや目つけますよいや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 、そりゃつけない人いないですからね。いやいやいや、でそこで出会った人が人生を大きく変えてくれたんですよね、はい、名前はちょっと出せないんですけど、もう有名な著名人につながるよ、はい、とかだったり、著名人につながるようなところ、まあ、2つを紹介していただいて、はい、そこでまた人生を変えるような大きな出来事を2つ経験して、自分をめちゃくちゃ、ね、根本から生まれ変わらせることができたっていうのが
その経験ですね。で面白いんですよね、めちゃくちゃそれでその経験でしごかれた後の1週間後に夢が叶ったんです。へえ。で200回落ちっていうのがもう報われて、でそこで評された言葉がめちゃくちゃ面白いんですけど、散々200回落ちて自分を責めてね、自分は絶対ダメなんだって周りからも言い続けてきたっていう人生だったんですけど、はい、お前なんかブスが通るわけだよ、お前自分の顔見てみろっていうのをめちゃくちゃ罵倒されたりとか、いやもういい年なんだから諦めなよっていうのも何回も言われたし、お前が無理だっていうのはもう何百回も言われてきましたね普通に。でもそのオーディションの時に審査員からもらった言葉が、この子はもう10年に1人の逸材だから絶対に通せっていうのを、オーディションでそれ1人目だったんですよね、はい、でもその一発目でも合格が決まってっていうから、嬉しいですね。200回落ちたのって何だったんだろうって思うと同時に、まあ、努力は報われるっていうのと、そうですね、なんか人の評価って当てにならないし、どこで、ね、自分の夢がポンって叶うかもわからないなっていうのはそこで分かったっていう大きな自信につながりましたね。はい、はい、いろいろなストーリーを話していただいて、はいはい、いやびっくりですね。だからなんか思うのが、今このコロナ禍ですごい苦しんでる人が大勢いますよね、はい、いますね本当に。職業がねなくなっちゃったりとかね、私のお苦労なんて比にならないぐらいの、職も、ね、お金も家とかもなくなって、その場所も、ね、人間関係もそれで悪化して余裕もなくなってっていう大変な思いを抱えてる人って本当に今たくさんいると思うんですけど、人生何が起こるかわからないし、頑張り続けて正しい努力がをして自分が頑張っていることを周囲が理解していたら、何か転機になるきっかけって来ることって多いんじゃないかなって思うので、はい、本当に諦めずに命だけは絶たずに、なんか、ね、ひたむきに頑張ればいいことがあるよっていうことをこのことで伝えたいですね、ありがとうございます、はい、さあ最後の曲、はい、3曲目はどちらの曲になりますか。はい、オードリー・ヘプバーンのムーンリバーです。はい、曲聴いていただきました。はい、ありがとうございます。ブレックファーストアットティファニー、ティファニーで朝食をで有名なムーンリバーですね。いい曲ですね。ねえ、そう、これのティファニーで朝食をの主人公のホリーが、はい、なんだろう、めちゃくちゃ一番リスペクトしてる女性ですね。あ、そうなんですね。そう、こんな女性を目指して頑張ります。さあ、いろいろと話をしてきましたが、そろそろお時間ということで、はい、お、寂しい。そうなんですよ、あっという間なんですよね。ね、一瞬でしたね。で、聞いてる方に一言メッセージなどありましたらお願いします。はい、皆さん長時間お聞きいただきありがとうございました。ね、こんなコロナ禍で大変ですけど、一生懸命頑張って生き抜いて幸せな人生にしていきましょう。ありがとうございます。